ジャノメドリは、ツルモク、ジャノメドリかジャノメドリ属に分類される鳥類。本種のみで、ジャノメドリかジャノメドリ属を構成する。エクアドル、ガイアナ、コロンビア東部、スリナム、ブラジル、フランス、ベネズエラ東部、ペルー北部、ボリビア北東部グアデマラ、コスタリカ、コロンビア西部、ニカラグア、パナマ、ベネズエラ西部、ホンジュラス。 メキシコ南部ペルー南部全長43から48センチメートル。上面は黒や赤褐色、灰色の羽毛で覆われる。頭部は黒い羽毛で覆われる。頸部や胸部が高葛色の羽毛で覆われ、黒い横縞が入る。喉や腹部は白い羽毛で覆われる。お葉には黒と赤葛色の横縞が2本入る。翼には赤や黒、白の反紋が入り、 目上半も入ることが和名の由来になっている。頭部は小型。交際は赤い。くちばしは長く直線的。上くちばしの色彩はアンハ灰色。下くちばしの色彩はオレンジがかった赤。頸部は細長い。孔子や第二から四子は長いが、第一子は短い。後の間には水かきがない。孔子の色彩はオレンジがかった赤。卵を覆うからは、 単光色で黒い斑点が入る。標高1800メートル以下の熱帯雨林内を流れる河川、地上、湿原などに生息する。単独もしくはペア、家族群を形成して生活する。中高生で夜間になると樹上で休む。渡りは行わない。危険を感じると木の絵に飛翔して逃げたり、翼と東波を広げ目上半を相手に見せて一角する。植生は、 動物食で、昆虫、蜘蛛、甲殻類、貝類、魚類、カエルなどを食べる。頸部を縮めながら、水辺や地表を徘徊し、獲物を見つけると素早く、くちばしを突き出して捕食する。繁殖形態は乱生。威嚇と同じく翼と歯を広げて求愛する。樹上に、木の枝や枯葉、葉、草、泥を積み上げ植物の葉を敷いた巣を、死ゆともに作り。 一回に二から三個の卵を産む。私有交代で放卵し、放卵期間は約27日。幾数も私有ともに行う。ありがとうございます。